てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精ちゃん、伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。はっ、よっと。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。やるよ。みんなが本部に集まれたのはジャンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。相手になるよ。周辺の安全は確保できたかな。すげえな、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな今がチャンスだ。補給が終わった人から壁上に撤退しよう。確認、向かいます。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。わかった、やってみるよ。ありがとう、無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。あの巨人は一体何なんでしょうか。何って、貴公子だろ。ああいうやつもいるんだな。本部の守りを
固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？よし、僕らで援護しよう。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。拠点を作ってくれ。無罪の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。逃げ切ってやる。逃げ切って生き延びることが大事です。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。よろしくな。しっかり頼まるぞ。よろしくな。わかった。このまま
やるよ。僕は他の仲間を壁上に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。あ、you